では皆さんこんにちは。理化学研究所ゲノム医科学研究センターの山口由美と申します。で今日はこのような機会をいただきまして大変ありがたく思っております。で私は理化学研究所で研究員をしておりまして、普段は研究をして論文を出して学会で発表してということを日々上司にせかされながらやっております。でちょっと大学の先生と違って教育をするとか講義をするということはあんまり慣れておりませんが少しでも道案内役ができれば幸いです。で今日このようなタイトルにしましたのは、生命科学一般をこう概要を教えるのにこうどうしたらいいだろうかということを少し考えました。で何といっても生命科学は複雑ですし、さまざまな側面があるし、それを即週でだいたい概要をつかんでこうバイオインフォマティクスの仕事に携わるのに始めるぐらいの準備ぐらいにこう早くしたいなと思っている方が今日の参加している方にはいらっしゃるかもしれません。それちょっとこういうふうに考えてみました。これにはちょっと私の視点も少し入っております。で少し簡単に自己紹介をいたします。で私は今までにどのように研究や勉強してきたかということなんですけども、まず大学の生物学科を卒業して分子生物学と生物学を概要ある程度学びました。そして実験集団遺伝学の講座がありましたので、そこで黄色症状媒を用いた遺伝学的な研究を行っておりました。でその後総合研究大学院大学の遺伝学専攻で、これは国立遺伝学研究所にあるんですが、そこで、エイズウイルスを中心とした病原性ウイルスの、分子進化について遺伝情報解析研究を通してやっておりました。それで生命情報学にこうより親しんできたと思います。でウイルスの遺伝情報解析とタンパク質多様性などをこう照らし合わせてみるってことで生命情報をこうちょっと多面的に見るようなことが出たりして、非常に貴重な体験をいたしました。でその後産業技術総合研究所の生物情報解析研究センターの統合データベースチームで人遺伝子のアノテーションプロジェクトと人の遺伝子に関する統合データベース構築に携わりまして、それで、研究の対象がウイルスから人になって遺伝子情報整備やさまざまな角度から遺伝子のアノテーションを行うということになりました。で現在ではゲノム医科学研究センターに勤めておりますが、このセンターは以前は、遺伝子多系研究センターと呼ばれていたところです。そこでは人の、日本人を中心とした遺伝子多系解析を行うところで、疾患に関連のある遺伝子が原因となる多系を同定するということを活発に行っているところです。で、こういうことを通して研究を始めようとした頃は生命情報学っていうのは分野の名前としてあまり浸透してなかったんですけれども、その頃はこう分子進化学があったり、数理生物学があったり、また周辺分野として計算科学やタンパク質の立体構造などの分野があったんですけれども、ゲノムを解読しようという動きがやはり1990年代ぐらいから本格的になりまして、そしてこうゲノムを解読するとか、そしてこう大量情報解析が必要ということに非常に重要になって、生命情報科学がこう日本でもこう活発になってきたんだと私なりに理解しております。で どのようにこう生命情報科学をこう捉えてどういうふうに効率よく勉強できるかなということで、自分なりの道筋はちょっとこれは理想であって今日ちょっとどれだけ実現できるかわからないんですけど、こういうふうな道筋を立ててみました。まずは生命体を構成する細胞についてちょっとそれを捉えるということが
大事だと思います。で次に、生物っていうのはまあ、増殖するもので、まず多細胞生物だったら細胞分裂ということがあるし、そして子供を作るということをしますから、非常にこの生物の生物らしいところを細胞とこう細胞分裂するということと、遺伝というところで1番目と2番目で、まあ、最も生物らしいところをちょっと概要を語りたいと思っています。それがちょっと1コマ目になると思います。3つ目に、遺伝情報からタンパク質がどうできてくるかということがありまして、これはセントラルドグマとして非常によく知られていて、もう皆さんも必ず聞いたことがある話だと思います。でそしてタンパク質がやがて、まあ、どうなっていっていくかという、まずそういう情報の流れがあります。で、で最後の方で、人の遺伝子多系の研究というのが今非常に重要で活発になってきています。でそれは、まあ、何といってもと何のためにその生命情報科学をやるのか、ゲノム科学が重要なのかということで、やはり私たちのこう健康や幸せにのために役立つということや、産業の発展などに役立つということがあると思います。それでちょっと、私の分野に近い遺伝子多系、遺伝病や関連解析に関係することを申し上げようと思います。最後に、人の遺伝子アノテーションデータベースを紹介して、これは、トランスクリプトームといって、人のゲノムの中で、トランスクリプトームは発現されているところを解析して、遺伝子を中心に解析をするという立場なんですけども、で、さまざまな側面からアノテーションをつけてデータベースを公開しているので、ちょっとその辺を紹介したいと思っています。それではまず生命体を構成する細胞について少しお話をしたいと思います。まず、三大生物界について皆さんも聞いたことがあると思います。この世に存在する生物を、大きく3つに分けると、どう分けられるかっていうと、真核生物と真性細菌と古細菌に分かれます。で実は古細菌というのは発見が比較的新しかったんですけれども、もし真核生物と原核生物に分けるとしたら、この真核生、真性細菌と古細菌は原核生物ということになりますので、真核生物とそれ以外という分け方になると思います。で真核生物と原核生物で何が違うかっていうと、真核生物は角膜で覆われた 細胞核を持っているということが最も大きな違いで、他にもいくつか違うことがところがあります。で古細菌っていうのは、何かっていうと例えばこうメタン細菌とか高度抗炎菌とか高度抗熱菌などに割とこう極限ちょっと環境が極端なところで見つかっているものが多いんですけれども、新生細菌と違うところは細胞膜を構成する脂質の分子っていうのがちょっと独特であるというところがあります。でこの三大生物学 その起源とか何がどっちに分かれたかというのはちょっと進化的な議論になるので、ここではちょっと主題を置きませんが、3つの生物界があって、そう全ては生命の起源より進化の賜物で、3種類ができたということを認識していただければ幸いです。次に、細胞説について簡単に申し上げます。これは、細胞説というのはあらゆる生物は我が抜けてて細胞から成り立っているという考えで、これはちょっとすみません、私1980年って書いてるの、これ1880年の間違いです。ちょっとすみません。
顕微鏡による細胞の観察で、シュライデンという人は植物細胞を観察して、シュワンという人は動物細胞を観察して、でそれぞれ両方ですね、こう全ての細胞、あらゆる生物は細胞から成り立っていて、で細胞は細胞から生じるという考えが出まして、これは顕微鏡に観察から出てきた考えです。で、生物のことを考える上で階層性ということを考える必要があります。全ての生物はいろいろ分子や細胞でできているんですけれども、単細胞生物だったら細胞は1個だけなんですけれども、人のように多くの細胞からできている生物は細胞が集まって組織を作って、でそして組織は器官を作って、そして器官は個体を作るという階層性がありますので、分子生物学的なことを考えたり、セントラルドグマのことを考えると、こう細胞の中でこう DNA からどうタンパク質ができるかとか考えるんですけども、個体を作り上げるにはこのような階層性があるということを認識していただければ幸いです。次に、遺伝子は細胞の中のどこにあるでしょうかということにします。これは細胞の絵をこう簡単に書き表したものなんですけれども、真核生物であれば細胞の中に、核があって、核膜の中に、核の中に染色体があって、そこに遺伝子があります。ちょっと絵が単純すぎてちょっと申し訳ないですけれども、細胞膜は脂質二重層でできておりますし、細胞の中には細胞質という液体で満たされて、さまざまな細胞内の小器官があります。その中で、ミトコンドリアはエネルギーの合成の場として重要であることが知られておりますし、小胞体やゴルジ体があることによって、その転写されたメッセンジャー RNA からタンパク質が出て、そしてその機能のあるタンパク質ができてくるということで、主なところを理解していただければいいと思います。では、遺伝子と遺伝情報はどこにどんなふうに存在するのかという、ちょっと非常に単純な疑問なんですけれども、核の中に染色体があるんですけれども、これは、ちょっと私は絵がうまくちょっと準備できなくて、ちょっと単純すぎる説明で申し訳ないんですけれども、この右手に書いてあるような、その太く短くなった、その細胞分裂の時に見えるような太い染色体がありますけれども、それはどうなっているかっていうと、下に書いてあるようにヒストンタンパク質にこう DNA がこう巻きついて、このヒストンタンパク質に DNA が巻きついたのがこう非常にこう、コイル状に巻きついたものがこう何段階にもコイル状になってこう染色体を作るんですけれども、これのちょっと詳細についてはなんかちょっと詳しい絵がいろんな参考書やインターネットリソースに出てくると思うので、ちょっと それを参照していただいて、ヒストンが巻きついている、真核生物ではヒストンが巻きついているというところだけよく覚えておいてくれたら幸いです。次に細胞分裂のことに、移りたいんですけども、生物は無生物と違ってこう何が違うでしょうかと、生物たるゆえんは何かと、聞かれて、いろいろな答え方があると思いますが、何といってもこう自己増殖をするということがあります。で、真核生物ではこう、細胞の中にこう染色体があるんですけれども、体細胞の分裂、普通の体細胞分裂ですと、まず染色体の倍化が起こって、そして、こう中心体が
防水紙という、ちょっと絵が描けてないんですけど、防水紙にこう引き寄せられるようにして、2つの極に移動して細胞が分裂します。これはちょっと体細胞分裂の方で、これは個体発生の中で、細胞が増えていく時のことです。でところで、細胞が分裂する、細胞分裂するっていう時には、細胞の中で何が起こっているかっていうと、細胞の分裂のための準備をしたり、その染色体を媒介させるためにはいろいろ DNA の複製も必要で、細胞の中でさまざまなことが起こってて、周期があります。で、例えばこのよく試験で聞かれているようなポイントは、大体ここに書いてあるような周期を正しく理解するようなことなのではないかと思いますが、まず、分裂をするっていう有刺分裂期っていうのが、M 期として知られているところで、それ以外の時期はギャップの時期で間期と呼ばれています。で、多分この G は多分ギャップという意味だったかもしれません。ちょっとすみません、不確かですけれども。で、その間期っていうのは、まず DNA を複製したりヒストンを合成する時期、 S 期。 S は多分合成するシンセシスの、頭文字を取って S 期なんですけれども、 S 期があって、その S 期よりも前の時期が、G1 期で、G1 期はDNA を複製する前の準備が行われているし、 S 期の後は G2 期で、 G2 期はその細胞が分裂する前の準備が行われているし、タンパク質が合成されているはずです。で、このように M 期、G1 期、S 期、G2 期というこういう順番で細胞周期が回っていて、このサイクルが休む時期が G0 期がありますが、これはG1 期との行ったり来たりという関係になっています。ちょっと淡々とした感じですけども、でさっきは単に細胞分裂といえば体細胞の分裂の話をしたんですけれども、生物が本当に自分自身を増殖させるためには、次の世代の子供を作るということが必要です。で、有性生殖をしている生物、特に人のような場合ですと、発生の段階で生殖細胞っていうのができて、そこで配偶子形成をして、そして受精をして、で受精卵ができて次の世代の細胞に、なるっていう流れになります。で、遺伝とか進化のことを考えますと、子孫に伝わっていくような遺伝的変異っていうのはどういうものかっていうと、生殖細胞で起こった変異が次世代に伝えられるということになります。で、生殖細胞が作られるときには受精のための準備をするので、染色体の数を半分にするということが行われます。でそこで、ここでちょっと原数分裂 の, ちょっとこう単純化した絵なんですけども、原数分裂によって配偶子ができて、体細胞の染色体の数が半分になるということと、ちょっとその時に何が起こるかということを簡単にご説明いたします。人の体内で配偶子形成が起こる時に、精子や卵が作られる時は、細胞分裂を通して、染色体の数が半分になって配偶子ができます。その時はこの原数分裂というのが第一分裂と第二分裂を通してできて、1個の細胞から4個の上細胞、上細胞の上は娘という字書くんですけども、1つの細胞から4つの、上細胞ができるということが
知られております。でそれの過程は第一分裂と第二分裂で、ここの絵では上の段に第一分あ下の段になるときが第一分裂 でもう一回分裂が起こるところをあの上の二つだけかあの絵を単純に描いてるんです。でその過程を簡単に申し上げます とまずあの第一分裂に入る前に染色体の倍化っていうのが起こって、そこで、次にこう、特徴的なことに相同染色体が対合するっていうことが起きます。でこれは、ちょっと次のスライドに行くと、ここにちょっと配偶子形成と連鎖であのちょっと原数分裂のちょっとあの最初の方だけのことをちょっと絵を描いてみたんですけれども、細胞の中の染色体はこうあの人のものであれば父方のものと母方のものがこうペアであのそれぞれの種類存在しています。で受精に備えて父親の体内では精子が、母親の体内では卵が作られます。で染色体の数が半数になるんですが、でここで何が起こるかっていうと、染色体のおのおのは複製によって二重になって、父方のと母方の相当な染色体が対合します。で対合したら染色体はこう4本がひとまとまりになって、それを四分染色体と呼んでて、その四分染色体からなる二価染色体というのをちょっと形成しています。でそこでいくつかの交差が起きて XG 型の形態キアズマっていうのが作られます。でちょっとこの絵をちょっと描くのが続きが大変だったので、またちょっと単純な絵に戻ってしまいますが、でここでちょっと単純な絵になっているけれども、この上の段の右側の時に実は交差が起こって、水色と赤っていうのはキメラになってて、こうどっちが水色とかどっちが赤とか、その、はっきり本当は分かんなくなっています。でそして、第一分裂が起きて、2つになって、でもう1回分裂が起きて、4つになって、染色体の数は半分になっただけでなくて、新しい組み合わせができる。これは本当に有性生殖ならではの、こう遺伝情報の新しい組み合わせがここで作られているということになります。で、遺伝のことはこの後で扱うんですけれども、このちょっと下の方でこの X 字型のキアズマのところの形態にちょっとこれも私も本物を見たことがない見たことがあるわけじゃないので、ちょっとこういうふうにモデルのように書かれてもらっているんですけれども、配偶子が形成されるときに染色体上の近くに存在する2つの座位というのは共に行動する可能性が高く、つまり同じ配偶子に入る可能性が高いので、共に遺伝継承がされやすくなるとなって、それを連鎖と呼んでいます。で、ちょっと簡単すぎたか、ちょっとすごく大まかな説明になってしまったんですけれども、参考書はちょっとなるべく分厚い専門書と、なんか親しみやすい本と両方挙げようかと思って本を挙げさせていただきました。で1番目の細胞の分子生物学は有名な教科書で結構分厚いので、大学院入試なんかを受ける人は結構これを読み通そうと頑張っているかもしれません。で下の本は5つの王国として日本では知られていて、5つの生物界、これは古細菌が発見される前の
5つの生物界で、いろいろな生物について詳しく書いてあるので、これはちょっとどちらか試験対策というより興味がある方の読み物で、生物の世界に親しんでいただけたらなと思います。で、試験対策としては、この細胞の分子生物学をちょっと全部読み通すようなすごいことをしなくても多分大丈夫かなと思いまして、例えば私も準備をしながらいろいろキーワードのリストとかを見て、それぞれを全部こうインターネットで検索するとか、そのキーワードを中心に専門書を見るとか、そういうところでも結構大事な点は抑えられるんじゃないかなと考えております。ここでちょっと一旦この1番目が終わりです。結構いろいろ本読んでいつも分かんなくなるんですけど、染色体っていう言葉と DNA っていう言葉とゲノムっていう言葉と遺伝子っていう言葉といろいろあって、何がどれぐらいの範囲を指している言葉なのかっていうのがよく分からなくなるんですけど、まず染色体は、語源から言うと、なんか色素を使ったら細胞の中でよく染まる核のものということで、なんかクロモゾームがなんか多分染まるからなんかああいう名前になって、なんか細胞生物学的に見える実態として捉えられました。で、でその後DNA の科学的なことが二重らせんであるとか、デオキシリボ核酸でこうどんな科学的な実態であるというのが分かったのが、そういう捉え方が DNA で、で染色体は何でできているかというと、そのヒストンが巻きついてこうコイル状になってよく、ね、細胞生物学に見える形をがあって染色体なんですけども、でもゲノム配列データを扱っているときに大抵ゲノム配列は染色体単位でまとまってますので、やっぱり染色体レベルで扱ってますけど、それは、まあ、ほぼこう DNA という化学物質でできた染色体として扱っていると思います。で遺伝子に関してはもともとは遺伝因子っていう科学的な実態は分かってないけれども、メンデルがこうなんか学説で出したような遺伝的なこうファクターとして出したものが、やがてそれがこう染色体にあって、なんか DNA からタンパク質を作るという実態になったことを指していて、で実はこれは遺伝学の中でも少し使われ方がちょっと混同しているところがあって、また特にまた日本語の訳語のちょっと難しい点もあるんですが、ちょっと なるべくごちゃごちゃにならないように扱っていこうと思います。では他にございませんでしょうか。もしなければ次に移りたいと思います。それでは次に遺伝情報の形状のところに移ろうと思います。まずここで遺伝形状の法則についてご説明するんですけれども、メンデルの遺伝の法則とそれが再発見されたことによって近代の遺伝学が発展してきたということがよく知られていると思います。でこの背景のことを申し上げますと、1900年よりも前の遺伝学っていうのは、いろいろこの農業をやっている人とかは植物の受粉っていうのはこうおしべとめしべでこう受粉するとか、動物の受精のことについてはいろいろ理解はしていたんですけれども、メンデルの以前だったらこうなんか白い色の体色が黒と体色が白の動物の子供は灰色になるような、なんかこう混じり合ったら取れないような、なんか遺伝因子がこうなんか、まあ、液体というかなんか混じっちゃったらそれ以上分けられないような、なんかそういう考え方を持っていたようです。でメンデル の遺伝の継承法則の大きな貢献というのは、
こう混じり合うような融合説っていうのを粒子のように捉えるということに置き換えたということが大きな貢献です。でメンデルの論文が発表された頃は理解できる人がなかなかいなかったみたいなんですけれども、1865年に、ドフリース、コレンズ、チェルマクの3人で独立に再発見されて、近代遺伝学が第一歩進んだというふうに理解されています。で本当に興味深いもので、いろいろ私たちも血液型の遺伝のこととか、ちょっと身近なことを、いろいろ考えたりすることもありますけれども、本当に遺伝継承の法則は明快なものです。でメンデルはエンドウ豆を使って実験をしたんですけれども、まずちょっと自分で着目する形質っていうのを選んで、背の高いエンドウ豆と背の低いエンドウ豆をこう選抜してこう順形を作るということで実験の準備をいたしました。でちょっと面白いことに、こう背の高い順形というのを作って、背の低い順形を作って、それを掛け合わせたら子供、よく F1 って表してますけども、第1世代の子供は全て背の高いエンドウになるということが分かりました。でこれはちょっと後で出てくるけれども、背の高い方が背の低い方に比べて優勢であるということなんですけども、この優勢というのも日本語では優れてるって漢字が来ますけど、優れてるっていう意味はなくて、どちらの形質が表面に現れるかという、そういう意味でちょっと日本英語ではドミナントで、日本語では漢字では優勢と呼んでいますが、どちらの形質が現れヘデロでどちらの形質が現れるかということです。でこのメンデルの遺伝の法則の第一法則は分離の法則、英語だとローオブセグリゲーションとして知られているものです。で、そして、この背の高い順形と背の低い順形を掛け合わせて、F1 でヘテロがなんですけども、全て背の高いエンドウになって、それらを自家受粉したら背の高いエンドウと背の低いエンドウが3対1になった。でつまりこれで遺伝の因子っていうのは対になっていて、配偶子の形成にあたって分離して対になっている一つだけが特定の配偶子によって伝えられるということが推測されましたので、これを分離の法則と呼んでおります。でメンデルの遺伝の法則で、第二法則は独立の法則というもので、これは2つ以上の、形質を考えて交配をして、そして子供での、その表現形を見た時の、子供の、それぞれのタイプの分離比がどうなるかということでになります。ちょっとこれちょっと私いろいろ説明の絵がちょっと描けなくてちょっと申し訳ないんですけれども、メンデルは種子の形が黄色と緑と丸いのと黄色か緑かっていう種子の色に関する形質、そして丸いかシワかというもう一つの形質に着目をしました。で、その順形と順形を交配したら、F1 第一世代の子供では全てその優勢の方の形質が出て、どっちだかというと多分 黄色で丸の方がドミナントだったかしら、ちょっと逆だったらごめんなさい。でそしてその F1 をまた自家受粉させて、次の分離比がどうなったかということで、その分離比のことを出して、これはエンドウ豆の色とその形態と
2つの係数に関わる対立遺伝子というのは配偶子形成の時に独立に配偶子に分配されるということが分かりました。これが第2法則で、第3法則は先ほど形質の優劣のことを申し上げましたけれども、異なるタイプの2つの遺伝子を受け継いでどちらか一方の形質が現れる場合、現れてくる方が優勢ということです。でこれは非常に本当の実際 の, 分子生物学的にとか実際のいろいろな形質を見るとこんなに単純な場合ばっかりじゃないんですけれども、単純なモデルで申し上げますと片方の形質がヘテロの時現れる場合、現れる方が優勢、ちょっと優れているという意味は特にないので解釈とか気をつけてください。でちょっと用語についてまとめます。この用語についてはいろいろ日本語の用語については提案が今なされていてですけども、試験に対応するという意味では現在よく使われているような言葉で回答をして、でまた今提案されているようなちょっと用語はまたその後でまたお聞きするかもしれませんが、後で理解されたらいいと思います。でここでの遺伝子は遺伝的な因子で、配偶子は英語ではガミートと言いまして、卵や精子、植物ではそれに相当するものです。で、接合体、ホモ接合体、ヘテロ接合体というのがありますが、2つの配偶子が受精によって接合したものが接合体で、英語ではザイゴート。でホモ接合体は同じ遺伝因子を2個持った接合体が、同じ脳を2個持ったらホモ接合体で、異なる遺伝因子を2個持ったらヘテロ接合体で、次に対立遺伝子で、英語ではアリールと呼ばれているものなんですけれども、接合体で対を成している遺伝子のことをアリールと呼んでいて、日本語だとアレルって書いたりアリールって書いたりします。そこでここでまたちょっとまた遺伝子が出てきてややこしいんですけれども、ゲノム生物学だとゲノムとこう長いゲノム配列があって、ほとんどはこう非行動領域だけど、ここが遺伝子ですって、ここでこうタンパク質のできる遺伝子あります、ここが遺伝子ですっていう場合も遺伝子って言いますし、でちょっとややこしいんですけれども、ここでは遺伝因子だし、対立遺伝子という意味だと、着目している材には集団の中でちょっと異なるタイプというのが存在して、その一個一個のことをこう英語ではアリールって呼ぶんですけれども、日本語ではそれを訳したときに対立遺伝子って呼んじゃったから、その一つ一つのことも遺伝子と呼んでるからちょっと紛らわしいので、ちょっと私も本当はあまりすっきりしてないんですけれども、対立遺伝子はアリールで接合体で対を成しているそれぞれ の, ものが対立遺伝子です。で優勢と劣勢はそれぞれ英語ではドミナントレセシブといって、そのヘテロの状態でその形質を表す方が他方に対して優勢であるといって、ヘテロの状態で形質が隠される方がを劣勢と呼んでいます。で遺伝的な構成によって決まる形質をフェノタイプと呼んでおります。で、はい、で、そうですね、で次にこれは先ほどの原数分裂の時に申し上げたので少し繰り返しですけれども、原数分裂の時に交差が起きて材が近いと遺伝継承される可能性が高くて、連鎖しています。でこれちょっとくどいようですけれども、こういうことはヒトゲノムの中で疾患に関係しているゲノム領域や疾患の原因となる、遺伝子を探すときにこの連鎖 の, 関係というのを使って解析をして原因の遺伝子がありそうな
場所をまず候補領域を探して、でその後詳しい解析をするということがあるので、ちょっとあの繰り返させていただきました。で、最後に、今ちょっとメンデルのことではちょっとあの掛け合わせをして子どもがどうなるかって、そういう一種の、まあ、エンドウ豆の家系の中でのことをやりましたけれども、ちょっとここで、集団レベルで考えます。これはメンデル以前をしている、まあ任意結婚や任意交配を想定したときに、あの、まあ、こう単純なこう理論が成り立つんですけれども、集団レベルでこうメンデル遺伝をして、任意結婚にまたは任意交配の集団のときに、あのその遺伝的な構成がどう保たれるかということを集団遺伝学で扱いますが、それについてあの一つだけ添えます。で、例えばあの、疾患に関する、遺伝病の病気を起こす方の対立遺伝子の、保因者の頻度はどれくらいですかというような問題を考えますと、もしこれがあの、任意結婚集団からの期待というのが成り立つ場合に、対立遺伝子がこれは2種類あって、集団中でメジャーな方の頻度を P、 それ以外を Q で P たす Q は1っていう、その P と Q がこう割合になっている場合を考えるんですけれども、ハーディ・ワインバーグの法則は任意結婚が成り立っている場合は、このちょうどあの P、 ちょっと P、そのメジャーなタイプとメジャーなタイプのホモを持っている、個体の期待頻度が P の2乗で、ヘテロのものは2の割合は、ヘテロの個体の割合が 2×P×Q と期待されて、で少数派のもののホモである個体の期待頻度が Q の2乗で、足したら全部あの割合は全部1になるという、そういう期待、そういう期待値が成り立ちますので、で、これ一つの例なんですけれども、あの嚢胞性遷移症といって、あの欧米でちょっと頻度の高い劣性遺伝病があって、これの劣性でホモの患者さんの割合が2000人に1人と言われているんですけども、この関係を使う と、ヘテロで保因者となっている人の割合はおよそ22人に1人だということが、あの、推定されます。で、これであのメンデル遺伝関係についてあの簡単にご説明いたしました。で、参考書はどれがいいかというと、私は一番上に挙げているのは自分が学部時代にこれで勉強したんですけれども、遺伝学概説といって、あの J.F. クロー先生がジェネティックノートというシリーズの遺伝学の教科書を書いておられました。それのまあ、あんまりすごく新しい版はちょっと出てないんですけども、第8版まではあって、第8版の訳本が倍風館から出ているので、それが結構いいと思います。で、他にもあの遺伝学キーノートなど あの教科書もありますし、であとはあの3つ目はあの私の上司が鎌谷直之先生なんですけれども、オンリーワンゲノムといって非常に啓蒙的な親しみやすい本を出版されました。で、これは非常に柔らかい説明とユーモアのあるこうイラストなので、あの私はこの本をもう一冊買って、あの自分の両親にもこう遺伝のことや遺伝子の研究って今こうなってるよということを伝えるのにいいかなと思ってます。で、最後に挙げましたのは、国立遺伝学研究所のホームページから遺伝学電子博物館というあのページをあの探すことができます。これはオンラインで遺伝学の外観をつかむのに非常によくできていて、あの遺伝学の歴史やあの遺伝のさまざまな側面についてあのとってもおすすめなので、こういうのを利用するのも楽しいかなと思いました。で、それで、
話し始めて、まあ、50分なんですけど、私の話ここでちょっと一旦切れるんですけど、ここでちょっとご質問があればお受けして、10分か15分の休憩にしたいと思っています。で、皆さんの方から何か何かご質問その他ございますでしょうか。優先劣勢というのは、その分子レベルでどういった。はい、はい、いい質問をありがとうございます。分子レベルでは、DNA からメッセンジャー RNA ができて、タンパク質ができるわけですけれども、分子レベルで、例えばですね、例えば一つの体質で、一つのタイプだとタンパク質が正常にできて、もう一つのタイプ全くできないとしますよね。で、ヘテロだと、両方とも正常だと、タンパク質が10できるとします。で、片方正常だと、タンパク質が5ぐらいできて、劣勢ホモだと0だ、全くできないとして、ただし、その、生物にとってそのタンパク質が10できても5できても、まあ、同じだよっていうことだと、多分表現系とかちょっとその生物の適応に関してはタンパク質がちゃんとできるっていうことが優勢で、劣勢というのは機能が失われた状態、ロスオブファンクションって呼ぶような状態だと。でもしも タンパク質が10できるかタンパク質5できるかでちょっと表現系とか見ている形質に違いがあるんだと、もし何かそれが直線的な関係だったら優勢劣勢がないっていうことだと思います。こういうのをちょっとコードミナンスとか言うんですけれども、ちょっとお答えになりましたでしょうか。で、あとは分子レベルで変異が起きることによって、なんかおかしな機能が起きたり、すごく異常な機能、タンパク質の機能が異常になってしまう場合は、そのミュータントの方が優勢な形質になってしまうことがあって、これは後でちょっと優勢な遺伝をする遺伝病の場合とかにもちょっとあったりします。